はい。皆さん、こんにちは。長尾隆史です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、昨日に続いて、上海電力に関連した記事で始めてみたいと思います。あの、ちょっと冒頭申し上げたいと思いますけども、私はあくまでも経済安全保障、エネルギー安全保障の観点からこの問題に、えー、取り組んでおります。えーまあ 橋本徹さんやその周辺の方々との仮説のもと、物事、議論を進めていくつもりはあのございません。たまたまあ登場人物にいらっしゃるからということで、まあ、私はあくまでもあの安全保障の問題から進めているということをお断りしておきたいと思います。えただあの橋本さんの お話に、えー、少々これ間違いがあるんじゃないかなと思うので、えー、触れているということでありますその間違いを追求するうんぬんはもうとうございませんのでお断りさせていただきたいと思いますまず記事ご覧ください概要欄と チャット欄に貼らせていただきます橋本徹氏が市長時代のメガソーラー設置計画批判に反論、入札のどこが問題だったのか指摘せよということであります。あの橋本さんはねどうもあの入札にあのこだわられていらっしゃいますね。えー、問題の先島のメガソーラー設置事業は一般入札で日本企業が受注。日本企業が受注してるんです。上海電力は 入札には関わってませんしかし2014年4月に上海電力日本株式会社が出資する形で事業に参入した、僕が問題としているのはこの出資なんです、外為法上、ここはどういう手続きになっているかということになると、これは大阪市とかいう問題ではなく、国がどういう判断をしたのかということに私は疑義があるという主張をしております。 上海電力は事実上中国の国有企業であることから入札後に参入した経緯について橋本氏に説明を求める声が上がっている橋本さんにこれを聞いてもあまり意味はないんじゃないかなと思っていますあの無関係ではありませんけれども、まあ、入札そのものについては大阪市議会なりで えーまあ、情報公開をすればいいということだと思いますけれども入札で落とした落札をした民間企業と上海電力の民々の関係でありますのでもちろん大阪市は無関係ではありません、えー、けれども ここを橋本さんに聞くっていうのはちょっと違うんじゃないかと思うんですけれど橋本さんもなんかあの噛み合わない橋本氏はこうした声に対し入札業者がきちんと入札状況を満たしていれば問題なし僕はその通りだと思いますその上で入札後で後の特定外国企業の出資出資を禁止するなら外資規制や経済安全を 保障安保推進法のような法律が必要そもそも現在の日本は外資が土地を買うことも規制していないと法的な問題を指摘とあるんですけどこれはちょっとおっしゃっていることが違うと思いますというのは今現在外為法で投資に関する外資規制というのは存在していますでまた日本は外資が土地を買うことも規制していないその通りです ただ、今回の場合は、土地を買ったことが問題なのではなく、落札をした日本企業が、上海電力と大阪の場合は合同会社を作った。あるいは、岩国の場合は、要は、買収したということなんで、 土地の規制がどうのこうのっていうのは関係のない話でありまして、えー、ちょっと論点が違うんじゃないかなと思います。でその上で、当時の大阪以外の自治体で入札において特定外資の出資を禁止するルールを設けているところはあったの、うん、ありませんよね。だけど 今回の入札はそもそも特定外資はいないので、橋本さんがここにこだわる理由はないはずなんですが、妙に入札の一案件に知事、市長が関与できるわけはない。まあ、その通りですね。普通で言うとね。あの、よからぬことがない場合は。えー、巨大組織の、組織内分業を経験したことない連中が騒いでいる。えー 入札のどこが問題だったのか指摘せよ。僕は入札の問題はなかったんじゃないかと思います。もしあるとするならば、それは大阪市があの入札の要,は要件に入っているのかどうか、まあ、これは自治体、あるいはあの他のジャーナリストの方々が追及していただければいいと思う。えー、まあこう反論をしているんですね。で私はね ちょっとこう入札には、まあ、仮に問題ないとして僕は関心があるのは問題ないという確信があるからそういう発言をするわけですよ橋本さんは、まあ、問題ないと僕も思っていますただなんでそちら側ばかりに気をそらせようとしているのかがちょっと気になるんですね、まあ、あのこのくだりはあ、まあ、打足でありますただ私があの非常に危惧しているのは上海電力と 落札をした日本企業が作った合同会社なるもの、でこの合同会社というのは今、もっとちょっと調べておりますけれども、えーまあ、例えば、決算報告の必要がないとか、えーまあ、社会的信用性がないということを前提にですね株式会社ほど厳しい情報公開が あのまあ,あの、定められていないというところがあるんですね、で私はあの大阪の案件よりも、岩国の案件の方がちょっと関心事項としては高いです。というのは、大阪の案件というのは、改正外為法が成立する以前の話であります、またこれは後にお話をしますが、土地利用規制法。 つまり、重要施設周辺、例えば防衛施設や海上保安庁の施設の1キロ以内には建物なりあるいは土地売買をするときその利用について事前届け出をしますよという法律がありましたよね、その法律が成立する以前の話なんです、土地規制法、あと改正外為法が成立する以前の話なんです、大阪は。 ただ今ちょっと調べてるんですけども、それらが成立するまでに、なんかこうやってしまおうという、なんかこう急いでる感じがするんですね。それはまあ今日はちょっと置いておきます。で私がこの問題に関連して、上海 電力のことについては外為法の事前届けで審査にちょっと疑義があるんじゃないかということなんです大阪のことを今、追及しているわけではありませんでそこでですね改正外為法っていうのを何かというとちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。えー、つまりは赤い線ののところですね国の安全を損なう恐れがある投資は 免除の対象外として外形的に明確化するつまり事前届出をしなさいということなんです安全とそこ恐れのある投資そして事後報告勧告命令により免除基準の損傷を担保するということになっていますでは具体的に事前届出の必要な対象業種というのは何かということがこちらをご覧ください 国の安全、公の秩序、公共の安全、我が国経済の円滑運営に関わるこの4つの業種、えー、細かくはあこちらに、まあ、武器、航空機、またここに電気、ガスというのが入っています、えーまあ、こういった事前届け対象業種、企業の代償にかかわらず、上場していようが上場していまいが。 あと、株式会社であれ、合同会社であれ、すべてこの業種については対象となるということであります。で次をご覧ください。まあ、この右側の方ですね、非常にあの指定業種のうちコア業種の分野、またコア業種分野以外のものということで、かなり細かく定められております。そしてこちらをご覧ください。指定業種のうちコア業種の分野というのが、 分野、えー、アンダーラインをしていてあります電力業、一般送配電事業者送電事業者、えー、発電事業者については最大出力5万キロワット以上の発電所有を有するものに限るということになっています。それででちょっとと次ご覧いいたただきたいんですけどものところ 結局審査の結果外務大臣及び事業所管大臣が上記4つつまり先ほど言いました国の安全公の秩序公共の安全我が国経済の円滑運営に関わるこの観点から支障があると認めるときは外国投資家に対し取引の内容の変更または中止を勧告さらに 当該投資家がこれに応じない場合には命令することができるということになっているんですね。で、現実にですね、この上海電力事業というのは行われております。私が問題としているのは繰り返しますが、大阪の案件は改正外為法、あるいは土地利用規制法が成立する 以前の案件になります。ただこれは上海電力が初めて日本に浸水した第1号の話になりますので、まあ、重要といえば重要であります。で、岩国や他のですね、上海電力が関わっているメガソーラー事業について、この外為法の事前届で審査というのが、 どういう形で行われたのか法律は法律として私が議員の時に担当した法律であります土地利用規制法も私が担当した法律です作った当時の議員としてこの法律が法律のもとに性奨令の中できっちりと法律の目的とするところに いいたどり着いていけるような運用がなされているのかどうかということを私も今在野ではありますがこれをチェックする義務があると思っていますまあ、橋本さんもですねで今は在野にいらっしゃるとは思うんですが無関係ではない大阪市のまあ、入札に関してはやはり 今もなお、在庫でいらっしゃるけども無関係ではいられないと思うんです、で私も今は在庫でありますがこの法律を作ったもの,の責任として無関係ではいられないというふうに思っております、えー、メガソーラー事業、上海電力のものが今、ビジネスとして進んでいるならばこの 事前届け出審査をどうやってクリアしたんだろうかと、ここが問題であります、これはですねまたシリーズでもって少しずつ追及していきたいと思います、最後にですね、あの、まあ、昨日平井浩二さんとかなりこの問題について打ち合わせ、議論をしました。 でこの事前届の窓口はどこなんだろうということで、えー、確認をしましたところ日銀が窓口でありました、日銀そしてその事前届での審査に関わることは経済産業省がやっているということが平井さんと昨日打ち合わせをする中で分かりましたで実際に連絡を入れてみました。 であえて平井さんの方から連絡を入れてもらいました、まあ、こういったことですね、えーまあ、これからですねあのおいおい,い、まあ、法律の目的とするところに沿った形で運用されているのかどうか引き続き追及していきたいと思っております問題がなければない 問題があればあるというようなあ、まああの、いくつかの出口を想定しながら、こういう仮説があるだろうという、まあ、そういう流れではなくですね、えー、法律の観点からあー進めていきたいと思っております、えー。本日はこれにて失礼をさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。失礼いたします。